はい、こんにちは、伝える文字ライフです。ですね、今回アルファ6600を購入しました。11月1日に買ったんですけども、動画の編集が遅れて、今回、やっと編集終わったのでアップしました。このように開封動画を撮ったんですけど、音量失敗しまして、ナレーションでごまかしているという感じですね。まずこのように、よくある開封パターンですよね。で、本体が出てきましたっていうことで、待望のアルファ6600を、取り出しました。今回ね、Z バッテリーという大きなバッテリーがついたっていうことと、動画の撮影時に瞳オートフォーカスが使えるということで、非常に期待しております。この後ね、液晶保護シールを貼っていきたいと思います。ゴミがついてしまった。また買おうか。はい、ですね、今からバッテリー入れましょうか。これが Z バッテリーですね。前回のバッテリー比べましょうか。アルファ6400で使っているバッテリーはこれなんですよね。で、アルファ6500もこのバッテリーを使ってたので、アルファ6500にはボディ内手ブレ補正があるので、結構ね電池の持ちが悪いっていう話をよく聞いてたんですよね。今回のアルファ6600、大きい方のバッテリー、Z バッテリーですね。このバッテリーが使ってたら絶対いいよなと思ってたら、ちゃんとこれを使えるようなモデルにしてくれてたので、今回購入したということですね。で、じゃあ入れていきましょうか。Z バッテリーですね。すごいですね。はい、入りました。これで、ね、ちょっと充電をしておこうと思います。それではですね、比較動画を撮ろうと思ってます。今これ、アルファ6400なんですけども、でこれでちょっと歩いてみます。まあ、これかなりゆっくり手ブレを意識しながら歩いてるんですけど、ボディ内手ブレ補正が入ってないとこういう感じですね。レンズには手ブレ補正が入ってます。こんな感じですね。結構しっかり慎重に。これがアルファ6400です。はい、撮れてますかね。これが、アルファ6600の動画になります。アルファ6600はボディ内手ブレ補正がついているので、歩きながらね撮影するのは多少はマシになるんじゃないかな。モニターを見て歩いてるんですけど、やっぱりね
揺れますね。いくらボディ内手ブレ補正がついてるといってもそこそこ揺れますよね。いかがだったでしょうか。アルファ6400とね、アルファ6600の比較動画を、作って、比べてみたんですけども、正直なところね、あまり変わらないかなと、思いました。劇的にね、何かの手ぶれが良くなるなら本当に素晴らしいなと思ったんですけど、まあ、思ったよりは、手ぶれもそんなにね、抑えるっていうことではなかったみたいですね。写真の場合、その手ぶれが、微細な手ぶれを抑えるっていうことで、五軸手ぶれ補正っていうのが、生きてくるのかなと、動画ではやっぱりやり方がいろいろ考えなければいけないなと思いました。